歌手都市記は、日本の俳優、タレント。兵庫県天ヶ崎市出身。兵庫県立天ヶ崎北高等学校卒業。2014年、国学院大学新東文化学部、新東文化学科卒業。兵庫県立天ヶ崎北高等学校卒業後、美容師の専門学校を経て、芸能界入り。1999年からモデルとして、活動を開始。 ファッション誌、ファインなどの専属モデルをやっていたが、本人曰く目立ちたがり屋だったので役者業にも興味を示し、自分のような新人でも主役をやらせてくれるような番組を探したところ、2001年にテレビ朝日系列で放送された、平成仮面ライダーシリーズ第2作、仮面ライダーアギトのオーディションに参加。主役の通営、小一仮面ライダー兄ト役を勝ち取り俳優デビューし、 知名度を上げる。その後、2009年8月公開の劇場版仮面ライダーディケードオールライダー対大ショッカーで映像作品としては8年ぶりに通 a 小一仮面ライダーアギと役を演じた。2018年12月公開の平成仮面ライダー20作記念仮面ライダー平成ジェネレーションズフォーエバーに声のみではあるが9年ぶりに 映像作品で仮面ライダーアギトを演じ、2019年にテレビ朝日系列で放送された仮面ライダージオの第31.32話に通へ小一仮面ライダーアギト役として出演し、映像作品としては18年ぶりに変身シーンを披露した。2002年から2003年までテレビ朝日系列で放送されたはぐれ刑事純情派にレギュラー出演した後、 tbs 系、年下の男、ドールハウス、日本テレビ系、ルリの島などの連続ドラマで活躍。2005年には、NHK 大河ドラマ、吉常に、平らこれ森役で出演した。2009年4月には、国学院大学新東文化学部、新東文化学科に入学。大学入学のきっかけは、仕事で訪れた伊勢神宮でグローバルな時代に、日本の文化、 歴史を知らないことを痛感し、日本文化を深く勉強したいと思い立ち、2008年秋に、同大学の社会人入試枠で受験し合格。俳優業と並行しながら勉強し、2014年3月23日に卒業を。2020年1月、坂井隆博と出会い、2021年2月に演劇ユニット、かしこみかしこみを結成。はブログで、 4人なので、フットワークも軽いので、地方でもやれればと思ってますとコメントしている。2019年4月22日放送の TBSK、有田鉄平と高島千子の人生いろいろ長会議にて、行きつけの飲み屋で知り合った、不動産関係で働く7歳年下の女性と、約3年間の交際を経て、4月2日に結婚したことを発表した。 ありがとうございます。